六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のキメロジとペチとサクです。ということで、君と世界が終わる日にシーズン5直後接続。おっ、ついに君セカの終わりが始まりましたね。終わりの始まりですよ。本当に最後です。これが1年ぶりで、1年ぶりですね。ご無沙汰してます。ご無沙汰します。なんかね、やっぱシーズン5最後ということで、なんか大ちゃん見る前ね、なんか妙な緊張感があったのね。確かにね、本当に始まるんだと思って。そうそう。でもね、やっぱ始まったらやっぱおなじみのね、キャラたちが見れて、なんかホッとしたというか、なんかもう本当に実家のような安心感があるね。あら、何年も見てきたからやっぱカナエちゃんとかはもう家族ですね。そうだ、確かにな。本当に、うん、やっぱ響きがいないってのもまたちょっと、ね、やっぱそうだね。そこがちょっとやっぱ大きいところではあったね、だいぶ、うん、隣で戦ってんのにな。そうだよね。ちょっと見切れてもいいのかなって。全然その響きの存在が感じられないぐらいね、静かな感じでしたけども、うん、はい。まあね、第1話全体を通して、まあ、プロローグといった感じではありましたね。そうだね、まあ、もう本当にこれからだなっていうところではありましたと、うん、でね、まあ、シーズン5っていうのは今ね、公開してる劇場版と同じタイムラインであって、まあ、それぞれユートピアにはいるんだけども、まあ、劇場版では響きが研究タワーにいて、でシーズン5ではまあもう一つのタワーに玉城ティナさん演じるアスハやカナエたちがまあたどり着きましたっていうところですね、うん、でまあそのタワーの現状はこうですよっていうのがまあ第1話の大まかなね、内容でしたね、うん、はい、はい、っていうことなんで、まあ、今回の動画ではそのシーズン5の現状まとめ、タワーが今こういう状況ですよっていうところと、まあ、今後登場する歴代君セカメンバー3人がね、うん、どのように出てくるのか、まあ、どういった役回りなのかっていうのを、うん、まあ、考察というよりほぼ予想にはねなってしまうんですけども、まあ、ワイワイ語っていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、君と世界が終わる日にシーズン5は毎週金曜日の0時にですね、最新話が更新される全5話のフールオリジナルドラマでありまして、まあ、今までのね、君セカが全部見れるのはフールだけですので、ね、この最後の君セカ祭りを一緒にね、リアルタイムで楽しむためにね、この枠にフール登録してみてもいいんじゃないでしょうか。お願いします。はい、ではやっていきますけども、カナエやアスハたちがたどり着いた、まあ、もう一つのタワーっていうのは、まあ、シーズン4のね、最後に出てきたトーマの父である、漆原徳秀が現在代表を務めているということでしたね、うん、うん、そしてね、まあ、残念ながらアスハの父でありユートピアの創設者である新山財団会長は、まあ、2年前に病気で亡くなっているということが明らかになりましたけども、まあ、これは漆原家に殺されてますね。あら、似合うね。っていうのも、漆原徳秀っていうのは新山会長とはなんか昔からの友人だったそうなんだよね、うんうんうん、まあ、でもね、なんかこの友人っていうのはなんか表向きで、うん、実はその昔からね、漆原は新山のことを、まあ、妬んでたとか、はい、まあ、ライバル視していたとか、うんうんうん、そういったいきさつがあるのかなと。なんかね、明らかに新山とね、漆原で思想が違うから、はいはい、うん、まあ、この終末世界になってからね、漆原が新山のことをいけすかなくなったのかもしれないけども、うん、まあ、とにかくやっぱ新山を病気に見せかけて殺して、でユートピアを奪ったっていうような構図なんでしょうね、うん、で、そしてね、このタワーには、まあ、アンダーというね、地下エリアがありまして、身分やね、能力によってアンダー行きかタワー行きが決まる仕組みになってるんですね、うん、うん、だからユラも教員免許があるからということでタワーに行けて、で、カナエは元大学生なだけだからアンダーいやいやいや、そしてね、カシューっていうのは、うん、やっぱりトーマの嫉妬によってアンダーになってんのかなっていう ね、 うね、うん、だってカシューは本来ね、新山財団の幹部だったわけだから、編集ができる僕らはどこに行けばいいんでしょうかうわアンダーアンダーアンダーさらに下あんの土ですか見てらんないよあれ、うん、まあ、そんなね、ところなんですけども、まあ、カシューがちょっと反乱者となって、まあ、アスカを助けに行くっていうのが、まあ、ざっと第1話でしたけども、うんうんうん、まあ、それをね、ちょっと踏まえて今後どうなっていくのかっていうのをちょっと語っていきたいですね。うん、まあ、アスカの元にたどり着いたカシューがね、まあ、トーマに殺されそうになってますから、うん、まずあの状況をなんとか脱さないといけないですよね。はいはい、うん、なんか予告見る感じでね、ここで武装したカナエが助けに来そうではあったよね。そうね、うん、なんでまあ、ここからね、割とその漆原たち、そしてカナエたち、レジスタンス、そしてまあゴーレムでなんかドンパチやり合う感じなのかなっていうところがね、始まるわけで、うん、で予告ではですね、カナエとカイトの危機をですね、あのユズキちゃんが銃で助けていましたね、はいはい、そうで、まあそんなね、ユズキがなんでユートピアに来たのか、うん、うん、っていうところなんですけども、ユズキはね、シーズン3で宗教団体光の紋章の施設に残ることになりましたから、うん、察するに光の紋章もまたそのゴーレムの襲撃を受けて、うん、まあダメになってしまったと。だからまあユートピアを目指すしかなかったのかなっていうふうに考察できるかな。
な。先生そう、うん、でも子供もいっぱいいましたけども、それも引き連れてということでしょうか。あ、もう全滅です。いかつ。もう全滅だ。戦闘力があるユズキしか助からなかったみたいな。何やったんだ。いや、彼女はなんか守ると言ってあの家に残ったはずなんですけども、使命は果たせずということですか。まあユズキ一人じゃ厳しいんじゃないですか。伊勢もいるのに。伊勢もいたよ。伊勢って誰だ。あ、伊勢いた。ウーロンタさん演じる。あ、伊勢もいた。伊勢生き残ってたっけ。あ、伊勢もそうか。伊勢でもまあ残念ながらっていうことなんでしょうね。わかんないけど。そう、まあ、まあそういったことがあったからユートピアをね目指すしかなくて、でたどり着いてカナエたちをね、まあとりあえずは助けたけども、まあ、結局はカナエたちの敵として立ちはだかるんじゃないかなっていうユズキは思いますね。うん、というのもね、シーズン5のホームページとか予告でなんかかつての仲間が敵にっていうのがやたらなんかね、文言として出てきてたので、で出てくる歴代メンバーでかつての仲間って言えるのって正直ユズキぐらいですからね。まあ、なんかツボイは一匹狼だし、うん、秋吉蓮っていうのはまあよくわかんないじゃん。まあね。ただのやばいやつであったから。うん、でも、うん、正直その秋吉蓮がその仲間じゃないのもわかりますけども、うん、一応なんかバチバチやってたのは響きなだけであって、うん、一応そのカナエチョアエとかは一応秋吉蓮と別にそんな戦ってましたか。仲間と言ってもいいんじゃないですか。一応受け入れてましたか。ああ、まあね、確かに受け入れた感じではあったけども。マミヤでしたから。マミヤ、マミヤね。そうそう。アンチマミヤだったんで。まあ、アンチマミヤなだけか。チョアエからしたら別にお仲間という認識だったかもしれないですね。なるほどね。予告見るけどやっぱ秋吉蓮先生が攻めてたから。ああ、まあね、まあ、ね、そうであるけど、一番なんか意外性があるのってユズキかなって思ったし、まあね、でもユズキも別にただ敵対したいわけじゃなくて、うん、あれからねユズキがいろいろ経験したもんだから、もう本当にシーズン4の響きみたいにもうちょっと闇落ちしてしまってて、あれ、さすが弟子だね。もうなんかその仲間派みたいなマインドになってるのが、もう誰も信じるなら、そう、もう生きていくためにはもう自分一人で何とかしていくしかないみたいな、やっぱその光の紋章が、なるほど、多分ちょっともう悲惨なことになってしまったっていうのを経て、ね、そうなってしまったのかなと。でなんかね、例えばだけどトーマがね、そのカナエたちを捕まえればそのタワーに行けるっていうようなことをまあ消しかけて、だからそれにユズキも乗っかって一応そのカナエを生け捕りにしようと、なるほど、うん、動いてる最中なのかなっていうのも考えられるかな。そう、一番そこが結構ね、ユズキが一旦は敵側になるっていうのが、うんうん、まあ結構この君せか的には新しい展開かなと思うので、うんうん、そのちょっと期待を込めてね、そういった考察になりましたね、うん、はい。で続いてですね、歴代メンバーの登場でいうと、まあ、ツボイですね。ぽいだ、彼はどう登場するのか、ずっと待ってたけどね。いや本当に待ってた、やったよ早く、やっときましたけど、はい、うん、こちらねシーズン5のティザー映像でなんか刀を腰につけて歩いてる後ろ姿がね、うん、見えましたけども、まあね、彼もユズキの時に言ったように、まあカナエやね、まあ歌集とかを捉えようと、まあ奮起する一人になるんじゃないかなと。あ、ユートピア側、ユートピア側というか、まあ一匹狼だけど、だトーマの仲間になったとかそうじゃなくて、うん、まあただその賞金稼ぎというか、うん、まあそう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 、はいはい、歌集やカナエたちを捕まえればなんかそれこそタワーに行けるみたいな、うん、うんうん、それに乗っかって、まあ全ては生き残るためみたいな、うん、結局そのツボイってさ、刀集団以外誰とも群れたりしないじゃん。まあね、うん、もう、うん、ああ見えてめっちゃ刀集団大好きだったじゃん、最後まで。春って人がいなくなってからおかしくなって、いやそうなんだよ、もう狂ったから、そうなんだよ、もう誰とも群れないと思うので、なるほど。でそこに現れて、でもさ何の目的もなしにさ、例えばカナエとかを助けるかって言われれば、そこまでなんか俺逆にそういうつぼいってあんま見たくないんだよね。まあな、なんかつぼいはあのままでいてほしいっていうか、あくまで自分の利益のためにしか動かないみたいな、はいはいはい、でもなんかその中でちょっと情を見せるとか、うんうんうん、そのぐらいの感じであってほしいなっていう ね、まあ、そうね、ところですね。なんかシーズン1見返したけどさ、シーズン1も一応ちょっと仲間みたいな動きしてたんだけど、うん、まああれも刀欲しさというか武器欲しさだから、そうだ、ね、最後首都のとこ乗り込んでた時じゃん。そうそうそう、だからやっぱり利益なんかないとね。そうなんだよね、自分の利益のためにやってると思う、うんうん、だからやっぱそのね食料とか住む場所とかのために来てっていうところなんじゃないかなと、うんうんうん、思いますね。はい、で続いて最後ですね、秋吉蓮なんですけども、これがかなりキーを、ね、握ってる感じがしますね、うんうん、ティザー映像の予告の最後にですね、なんか大軍を率いてユートピアの全ての住人に次ぐ我々はって言ってましたね、うん、まあこれは一体どういうことなのか、ね、
っていうことなんですけども、まあ、秋吉廉はね、シーズン2の最後、まあ、希望の家に残って、まあ、僕はね、この家を守るっていうふうに言ってたから、まあ、秋吉廉が希望の家からユートピアに来たとは思うんだよね。まあ、普通に考えて。うん。まあ、よってね、この集団たちも、やっぱ希望の家の人たちである可能性は高いのかな？兵隊みたいに、軍隊みたいになってましたよ。そう、でも武装してたんだよね。はい、そこが謎なんだよね。うん。で、まあ、そのね、何を告げに来たのかっていうところなんだけども、まあ、ポイントはですね、この全ての住人って言ってるところだと思うね。なるほど。そう。なんで、まあ、これはアンダーも含むと思うんですよ。はいはい、そうだね。そうそう。なので、まあ、結局は救いに来た方向だと思うんですよね。うんうんうん。で、その救うっていうのは、何か今ね、タワーとアンダーって分かれてますから、なんかその全てをその平等にしに来たよ、みたいな。うんうんうん。うん感じで、その秩序を取り戻しに来たよみたいな、はいはいはい、とこで秋吉廉は集団を率いてきたのかと。だから初めはそれこそやっぱ武力で制圧するしかないけども、だからその後はちゃんと話し合いとか、うん、いろいろ設けて、うん、ユートピアを平等な、うんうんうん、形にしに来たんじゃないかなっていうところですかね。なるほど、うん、それこそだからユートピアから脱走した人がいいんじゃない？で、希望の家に行って情勢を言ったんだよ。あ、なるほどね。で、だってニュースやってないよね。あの世界ニュースやってない。ニュースやってない。新聞のテレビ局もなんもないですよ。ね、で情報源がないから、うん、急に来て、お前ら のアンダーと上のやつは崩してやるっていうのは、うん、よくわかんないもんだから。あ、そうだね。だから脱走してきて、はい、ユートピアやばいっすよって。あー、うん、なるほどね。あ、そうだね。うん。でそれで結構秋吉廉もね、なんか多分正義感にもう芽生えてると思うので、うんうん、まあ自分たちのためでもあるんだよね。多分そこのさ、ね、機能してるユートピアっていうところで、うん、まあ、みんなのものにしたいみたいな。そうそう、みんなのものになれば、はい、その希望の家の人たちも救えるしっていうところで、うんうんうん、だからまあしょうがなくやっぱ初めは武力を使うけども、まあなんとか制圧して理想の形のユートピアを作りに来たのかなっていうところですかね。うんうん、なので結構ここで最後のすごい戦いが見れるのかなっていうところですかね。うん。秋吉は人類で一番弱いから。何仕事やねん。俺は見返したけど、弱かった。弱いし、結構性格的にもだいぶなありとか、なんであんな大軍率いてんのっていうのは思うけども、秋吉廉の株がね、爆上がりすることをちょっと期待してですね。はい、ということでね、やっぱりこのシーズン5っていうのは、やっぱ歴代キャラ参戦っていうのがね、一番の見どころなのは、まあ間違いなさそうですね。いでもってます。好きやな。覚えてるかな。生きてるんですよ。全然ある、なんか素材ある。素材ある。あれ、相関図いたわ。ありますよ、ありますよ、ね。まあ、ほんと最後のね、お祭りですからね。確かに。いろいろそういった、もうファンサービス的なところを存分にね、うん、楽しんでいきたいと思いますね。はい。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。以上、六六でした。ご視聴ありがとうございました。お口の動画が好きでもいいなと思うので、チャンネル登録お願いします。ということで、サク。はい。秋吉廉が率いてる集団は、秋吉廉と意外な関係性の人たちです。どういう関係ですか？タートルネック同好会来てたけどメンバー、うん、あんないるんだ。このような珍しいな、この世界でな。